今年もこの季節がやってきました。東武動物公園の赤毛猿たちによる高飛び込み選手権、実況は東武動物公園飼育係の山田篤です。それでは早速高飛び込み選手権開催です。上から飛んだ。およそ5メートルあるんでしょうか。さあ自ら楽しんでいる様子ですね。そして中腹からも行った。こちら2メートルぐらい、ちょっと怖かったんでしょうか。さあそして他の猿を押しのけて飛ぶ。他の猿を押しのけて飛んだ。そしてロープからも飛ぶ姿を見せてくれました。まあ、この猿たちを見ているとみんな若い、やんちゃ、この夏を楽しんでるかのようですよね。